一茂は保険財政を圧迫する懸念について、日本の医療って対処療法になっちゃってるところがまだまだあるので、予防医学だとか再生医療の方にもう少し目を向けて、病気にならないからだ、なりづらいからだというものを目指していけば、おのずと国民一人当たりの医療費とかも下がっていくのではと主張。レカネマブというものも今は副作用があって、進行があった後にってことなんですけれども、もしかしたら40、50代くらいから飲んでいても副作用もないし、予防薬としても有効性があるみたいなところの臨床が出てくると、もっと少なくなるんじゃないかなという思いもしますねと自身の思いを話した。厚労省は9月27日に中央社会保険医療協議会の総会を開き、レカネマブに関し、医薬品の公定価格である薬価の議論を開始した。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が6日、テレビ朝日羽鳥新一モーニングショーに出演。レカネマブは、製薬大手エーザイとベイバイオジェンが共同開発し、病気の原因物質を除去することで進行抑制を狙ったはずの認知